五十嵐玲です。ただいま今週の収録が終わりました。今週はオークスということで、今週もまた熱い牝馬の戦いが見られそうな予感なので、とても楽しみです。で、私は先週東京競馬場に遊びに行ってきました。本当にね、やっぱり現地で観戦というのは楽しいですね。で、これからも東京競馬場だけじゃなくって、いろんなところにね、競馬場、いろんな競馬場に足を運んでいきたいなと思いますので、また皆さんに報告したいと思います。そして東京競馬場でちょっとね、お土産を買ってきましたので、これもまた視聴者プレゼント企画第2弾としてちょっと考えていますので、楽しみにしていてください。それから今週の土曜日の京都競馬場で行われる平安ステークス、これもね、ちょっと注目してみたいなと思いまして、アスカのロマンとクリノスター王、どこ吹く風、ロアジャルダン、この4頭を3連複のボックス合計4点でちょっと狙ってみたいなと思っています。というわけで、今週はオークスの予想を公開していますので、皆様ぜひご覧ください。そして今週も皆様のチャンネル登録お待ちしております。それではまた来週お会いしましょう。五十嵐玲でした。